金城ダムは沖縄県那覇市にあり、二級河川、浅戸川に建設された洪水調節のためのダムである。上流部に上池、下流部に下池の二つの貯水池を持ち、それぞれトンネルで結ばれている。これは上池と下池の間にある、県指定文化財の肘川橋と石畳道を保存する必要があり、また一つの貯水池では貯水量が不足するためである。 最高水位も肘側端が水に浸からないように設計されている。手動によるゲート操作などは行われず放水口から自然に流出する流量によって洪水調節が行われる。基盤地層は掘削に対して不安定な島尻層霊岩であるため、格子状の地中壁からなる小ブロックを基盤地層に食い込ませることによってダムの安定性を確保している。また、 島尻総ガ岩は地滑りを起こしやすいことから、貯水池周辺の斜面に、最長28メートルのアンカーが多数打ち込まれ、補強されている。那覇市街地の中にあり首里城と、四季名園を結ぶ位置にあることから、水と緑と石造りをテーマとして、周辺整備が行われた。斜面途中に、緑地帯や遊歩道、休憩施設が整備されており、市民の憩いの場となっている。 また、ダム本体の表面には石垣を模して、琉球石灰岩のプレートが貼り付けられており、水際には土が盛られ、水生植物が植えられている。那覇市街地を流れる浅戸川は、中流部の川幅が狭く蛇行しているためしばしば、氾濫を起こしていた。特に1961年の台風23号では、死者4名、全海家屋67個、 半海家屋186個の被害を出した。しかしながら流域が住宅密集地であったため、川幅を広げる改修は困難であった。このため上流部に洪水調節用のダムを建設することになった。朝と川上流部にはもともと沖縄県農業試験場へ水を供給するための近所ダムがあったが撤去され、新しい近所ダムに置き換えられた。 1977年に調査が始められ、1988年に上池が、1991年に下池とダム本体がそれぞれ着工された。工事は1999年12月におおむね完成し、試験淡水が始められた。2001年2月13日に竣工式が行われている。総事業費は305億円であった。 ありがとうございます。